昨日はうっかり寝てしまって、寝る前に収録をしようと思ったんですけど、寝て前の日の分を今撮ってる感じですね。今日もう一回撮ろうと思ってるんですけど、いくつか最近出たものの説明、今ちょっと聞かれてるのが、昨日一昨日発売したニットキャップですね。かぶってみましょうか。この感じ。で、どれぐらいの大きさですかっていうふうに聞かれていて、今日はね、ちょっとカメラはニコンの Z7 なんで、ちょっとまた、綺麗ですね、絵がね。様子が違いますけど。うん。こんな感じ。ボケてる、三脚の高さがあって空を向くような感じになっちゃう。僕結構頭が大きいんですけど、頭大きいのと、あとはそうですね、このきついのが嫌いなんですよ。だから大抵ね、帽子屋さんとか行くとこのサイズですって言われたのが、いや、きついからもう一個上お願いしますみたいな感じで、あれ、6633ブーニーも、大きいサイズをかぶってるんですよ。あれでね、M サイズ、L サイズ、本当はね、M サイズでもいいんだけど、で、結構伸びるので、結構伸びるのはかなり大きい人でもかぶれるはずです。で、頭がちっちゃい人ももちろん大丈夫。だ、これがウールのいいとこだと思うんですよね。こう伸びるから。で、耳はどれぐらいまで、こう、うなじまでいきますかっていうことも聞かれてるんですけど、どうやって見せようかな。こんな感じ、こんな感じ、ピンタッと、はい、こんな感じで、いわゆる室内で暑いですけどね。で、こうですね、耳出してかぶってもいいし、耳をこうやって隠しても、こういう、で、この色がオールドグレー、まあ、クラシックなこのグレー色ですね。ざっくりと。非常にあったかいです。はい。で、もう一個がね、オレンジ。オレンジ。オレンジね。レンズがね、35mm 撮りづらいですね。早くこの Z マウントの新しいレンズ出してほしいですね。オレンジ色ね、オレンジ、こんな感じ。まあ、今このブルーのフリース着てるから合いませんけど、服によっては、この色がかっこいい時ももちろんあるという感じですね。これを力つけて見せましょう。はい、こんな感じ、ね、で、
このフリースも出ましたよね。これ僕が最初に、プロトを作ったファーストモデルですけど、もう ほぼそのまんま。あ、この刺繍もね、最初入ってなかったんですよ実は。こうしてここにね、ここの刺繍、この左手に6633コンセプト入っていて、でこっちはデザインバイザーワイルドと入ってるね。でここの刺繍は、まあ、自分から自分に見えるような感じ、人に見せるっていうよりは自分が何か作業をするときにこの手の内側に見えるようにしたんですよ。まあ、ファッションって人に見せてっていうところもあるじゃん、まあ、自分をよく見せたいからね。でこれは自分が見るための刺繍です。まあコンセプトを言うと、このフリースはもうあんまりこう装飾が入ってないんですよ。ここにタグがジェットセッターっていう新しいね、刺繍じゃない、これピスネームって言いますけど、ワッペン状のものが縫い付けてあるだけで、ここ背中にもついてるけどね、うん、ここね、首元、うん、見えづらい、それはいいか、うん、で、もうフリースだから、あったかければまずいいなと、これに関してはね、うん、で色が鮮やかなんで、こうブルーとあと黒とブラウンがありますけど、色が鮮やかなんでフリースっていう、あとはもうカラーで表現すればいいだけじゃないかっていうことで、余計な絵とか必要ないし、絵がガチャガチャ入ってるともうきついっていう人も多いと思うんですよ。30過ぎ35過ぎてからガチャガチャ入ってない方がいいっていう声も僕はすごい聞くので、まあ、もちろんウェアによっては入っててもいいものっていうものはあると思うんですよ。それ難しいんですけど、これに関しては入ってない方がいいと、このいわゆるスタンダードなフリースですよ。わかりますかね、こう起毛された、ここはスムーズになってますね、うん、ね、こういうフリースで、ジャージなんかは入ってないと寂しい。まあその辺うまく説明できませんけど、僕の感覚でやってますけど、例えばこういうジャージなんかはガチャガチャ入ってても楽しい。まあこれのバランスだと思って物は作っていて、このフリースに関しては、まあ、プリントすることで値段も上がる、あとは重量が増す、このフリースの性能も下がってしまうんですよ。こうプリントとかすると熱が出にくい、汗かいた時に、あとは汗水分が外に出にくい、こう塞いでしまうんで、水分の、脱出するところをね、こうプリントするとペタってなってそこから出ていかないわけです。それだったら必要ないなと、まあ、あとはフリースっていうこの服に関しては入ってない方がクールだという僕の考え方ですよね。何の話したっけ？フリース、え？あ、そうそうそう。それで、でも、やっぱアイデンティティっていうのは必要なんで、ここの裾に刺繍を入れたんですけど、まあ刺繍だったら、プリントと違って、まあこの、手首なんで、その汗が水分がっていうところもあんまりないですよ。で、なんで内側に入れたかっていうと、まあこれを見て勇気づけられるようにとか、そういうことなんですよね。うん、この文字を見て、自分が見て、うん、
なんでこのフリース買ったのかなとか、あ、このフリースはこういうコンセプトだからもうちょっと頑張ろうとか、うん、そのため自分が眺められるよ。例えば背中とか入ってたら見えないじゃん、絵がね。いろんな、まあうちだとトビウオとかアロワナとかパイクとか、何いろんな図柄入れてるけど実は見えないでしょ。自分に見える図柄っていうのを僕大事にしていて、あのツララとコラボしたアルタミラなんかはここにリスが入ってましたけど、自分から見えるようにしてね、プリントしたんですよ。自分から見て楽しむな。だからね、もちろん人に見せてどうだっていうのも多少はあるけれども、それよりは自分が満足するのも大事だと思っていて、そういう意味でささやかにこう入れた感じですね、ここにはね。それが言いたかったんだ。はい。でね、今日はね、いよいよ僕の個人的な話ですけど、ジム通いがスタートします。で、さっき準備してましたけど、何をね、持ってこいって言われてるかというと、まず靴下で、タオル、この速乾性のタオルがいいですよね、あの吸水性が高くて。で、トレーニングシューズ、なんかトレーニングシューズはこれがいいですよって書いてくださった方がいたんで、ちょっと見せとこうかなと思うんですけど、この黒いトレーニングシューズに黒のソックスっていうのがかっこいいなと思って、これで行こうかなと。アンダーアーマーだね、このマークはね。アンダーアーマーのシューズ、結構安いんだよね、トレーニングシューズってね。これになんかジムバッグってあるね、あれかっこいいね、あれを買って持ってきたいなと思ったんだけど、でもちょうどいいこのトートバッグがあるのでこれで行こうと思いますね。まああるものでいいかなと思って。また今日だからジムに行くところ、行った後のファーストインプレッションみたいなのが動画に上がってくると思いますけど、ね、それを夜またアップロードしたいと思います。まずはこのニットキャップのご質問にまず答えたいなというのがあったので、はい、どっちの色がいいですかね皆さん。なんか2個2色とも買ってる人が結構多くて、うん、非常にありがたいですけど、カラーローテーションするんですかね。これ微妙にいい色でしょ、ね、うん、これオレンジゴールド、ん？オレンジゴールドって名前なんですけど、なんかこう山吹色みたいな色なんですよね。もう日本っぽい色ですね、これってね、なんとかね。僕はどっちかっていうと、このグレーが好きですけど、まあ、人の好みって色もあるので、Z7 のこのピントが合わないですね。顔認識しちゃうんですよね。はい。そんな感じで、最後かぶって終わりにしましょう。このレンズ綺麗だけど使いづらい、ちょっとこの動画撮影には。写真とかいいけどね。ただね、僕やっぱり使いやすいのは12mm から 24mm で、次がそうだね、でもその間だね、その35とかね、50とか苦手なんですよ、その辺のレンズが、うん、ちょっとそのあたりね、いつか勉強したいなと思ってますけど、うん、まあ写真撮る回数が最近減っちゃってね、
普段から撮ってましたけど、前はまあ動画撮らなきゃいけないでしょ、 YouTube。 ただ動画のスキルは上がってますよね、だいぶ。機材もすごいし、動画も撮って動画も編集できるっていう風になってるから、この仕事を専門にもできると思いますよやらないけど、うん、もう下請けの仕事はもう僕はしませんけど、ね、一回会社作ってから、まあ、下請けって言ったら言葉が悪いですけど、一緒になってね、この会社の仕事をするっていう仕事を何年ぐらい、3年ぐらいやってましたけど、まあ、非常にそこで勉強させてもらってよかったですけど、ね、やっぱり自分の好きなようにできないっていうところはネックではあったので、うん、今自分で好きなようにやれるっていう状態を大切にしたいなと、はい、でね、いよいよまた冬物第1弾でね、このフリースとかさっきのニットキャップ、手袋ツッカーノっていう鮮やかな可愛い、あ、女の子とかも好きでしょうね、うん、で猫も言ったっけ、であと靴下もまた届くんですよ、例の奈良靴下ですね。で、第2弾がフルダウン、耐水防水された表皮を持っている長袖のダウンがしっかりたくさん入っているやつですね。フードもこうやってしっかりしていて、今ゴーアウトに撮影で行っちゃって、手元にないですけど、ゴーアウトが貸してください、ゴーアウトっていうね、アウトドア雑誌があるんですけど、そこが撮影して締めに出したいということで今貸し出ししててないんですけど、それといよいよ道具カバン、皆さんの要望を反映した道具カバンがまた出来上がって、またそれは一つの、まあ僕が自分で言って自画自賛の傑作だと思います。道具カバンは足がついた、まあ、プレミアモデル的なものとシンプルなやつを、まあ、交互ぐらいに出していければいい。まあ、足つけて、で今回革もだいぶいいのでちょっと値段も上がってしまうんですよ。それでも一流ブランドのレザーブランドに比べたら半値ぐらいなんで、お買い得だと思います。あとは革の財布も作ってます。エクスプローラーズパスはパスポートケースでしょ、単体の、まあ、お財布だけの機能のお財布、お財布だけの機能のお財布って言ったらおかしいけど、パスポートは入らないけどレザー財布、うん、を作っているので、ちょろっと見せてるかな、それも楽しみにしておいてください。はい、あとはね、ボンバダのジャングルブーニーがキャンセルされたっていう話は昨日の動画で言いましたけど、まあ、徐々に今返金の手配をし始めてるので、まだ予約していて連絡をくださってない方はお知らせをお願いいたします。